プレイも全然ありなんだけど、やっぱりこうやって来てくれて君の顔が見れるとすっごく嬉しくなっちゃうな。突然呼び出しちゃったのに来てくれて本当にありがとね。それでね、君をここに呼んだ理由なんだけど、実はリョーナちゃん変になっちゃったの。だから君に助けてもらいたいなって。え？リョーナちゃんはもともと変？キャホーン！どうしてそんなひどいこと言うの？もっと言って、もっと言って！って、そうじゃないの！今回は真剣な相談なんだから。リョーナちゃん最近絶対おかしくなってるの。このままじゃリョーナちゃんがリョーナちゃんじゃなくなるっていうか、だから君に手伝ってほしいの。話がなんだかわからない？リョーナちゃんにもわからないよ。とにかく君は黙ってリョーナちゃんの言う通りにしてくれればいいの。絶対お願いなの。君にはすごく感謝してるの。今まで何度も君にピンチを救ってもらったから本当にありがとう。でもね、一番伝えたかったのは感謝の気持ちじゃないんだ。笑わないで聞いてよ。あのね、リョーナちゃんは君のことが好きなの。好きな人への告白ってこんなに緊張するんだね。リョーナちゃん、こういうことするの初めてだから。でも伝えられてよかったよ。真剣に聞いてくれてありがとうね。だからもう一回言っちゃうね。こんな気持ちは初めてなんだ。君に触ってもらえるならずっとこのままでも
なって。そんなこと思っちゃってるの。ヨナちゃん、どうしたらいいのかな？よくわからないから、君に決めてほしいの。そこも触りたいの？もう少し位置が違うと思うの。くすぐったいよ。そこも触りたいの？もう少し位置が。そんなとこまで。そこいいの。リョーナちゃんの気持ち分かっちゃう？そんなとこまで。そこも触りたいの？ふん、君はそこがいいのかな。誰にも言ってない秘密があるの。なんでかわからないけど、この保健室に来るとドキドキが止まらなくなっちゃうの。リョーナちゃん変なのかな。ねえ、先生なら原因を見つけられるんじゃない？絶対そうだよ。じゃあ診察お願いしますね。ただの生徒？他の子と同じなのかな？先生は優しいもんね。でもね、それでもいいの。先生がリョーナちゃんのことをどう思っていようと、リョーナちゃんは先生のことが大好きだから。ごめんね先生、いけないことかもしれないけど、この気持ちだけは絶対捨てられないよ。先生好き、大好き。これからもずっとずっと大好きだから。リョーナちゃん、なんだか変な感じなの。さっきから胸が苦しくて、こんなの初めてだよ。これって君のマッサージのせいなの？よくわからないから確かめさせてほしいの。
ちだ。そこも触りたいの？くすぐったいよ。違うと思うの。そこは優しく触って。ちょっと熱いかも。元気を吸い取りに来たサキュバスちゃんだよ。早速チューチューさせてね。あ、ほら、無駄な抵抗はやめなさい。はぁ、ダメ。そんなところ触られたら動けなくなっちゃうよ。ダメ、そこはサキュバスちゃんの弱点なんだから。されちゃう。それすっごいよ。チューチューするよりいいかも。気持ちいいよ。気持ちいい。羽抜きにされちゃう。サキュバスちゃん、もうチューチューしない。だって君から元気をチューチューしたら君の元気がなくなっちゃうし、それは絶対できないの。もう他の人をチューチューしたくないし、君以外の人にチューチューなんてできないよ。なんでって、それは君のことが好きになっちゃったからに決まってるよ。他の人にチューチューしたら浮気になっちゃうもん。でも安心して、サキバスちゃんは死なないから。これからは君と同じように普通のご飯を食べるからね。だからこれからも一緒にいていいよね。ヨナちゃん、なんだかさっきからドキドキしてる。内臓が出てきちゃうほどに。叩いたり引っ張ったりつねったりされたわけでもないのに。ヨナちゃん、やっぱりおかしくなっちゃったのかな。ねえ、君はその理由がわかる？もしわかるなら、ヨナちゃんに教えてほしいの。そこも触りたいの？もう少し位置が。そんなとこまで。もっとはちゃめちゃにして、君の手で気持ちよくして。いっぱいにぎにぎして。ビリビリしちゃうの。触るの上手だね。たまにはつねってもいいよ。そんなとこまで。もう少し位置が。リョーナちゃん、
しないの？もっとお願い。いい感じだよ。君に触られるとドキドキしてくるの。ひどいことされるのが好き。だってそういうことされると気持ちよくなっちゃうんだもん。でも君はいつも優しいよね。痛いのもひどいのもなし。それでも君のことがリョーナちゃんは大好きなの。こんな人初めてだよ。お仕置きしてくれないのに大好きなんて。リョーナちゃんはこれからもずっと君と一緒にいたいな。ずっとずっとずーっと。リョーナちゃんは君のことが大好きです。夢を見てたみたい。夢の中でリョーナちゃん、君とその恋人同士だったの。痛くないし苦しくないのにすっごく楽しくて、こんな夢ならもっと見たいって思うの。だから君にもっと触ってもらいたいの。もっと触ってよ。手になったらどうするの？なんだかキュンキュンしちゃうの。先輩っていつも部活に一生懸命ですよね。そういうのってすごくかっこいいと思います。本当にかっこいいです。あれれ、リョーナちゃん何言ってるんだろう。急に恥ずかしくなってきちゃいました。先輩、手をにぎにぎしてもいいですか？そこ、いい感じです。先輩の気持ちが
し続けて。先輩、リョーナちゃんはいつまでも先輩と一緒にいたいです。なんでリョーナちゃんがこう思ってるか、先輩はもう気づいてますよね。それでもやっぱりちゃんと告白をしたいです。リョーナちゃんあんまり緊張はしない方ですけど、さすがに今はちょっと心臓がバクバクです。先輩大好きです。ずっと大好きでした。リョーナちゃん本当はね、痛いのとかひどいことされるのが好きなの。やっぱり君はそういう子嫌いだよね。正直に言ってほしいな。ほら、嫌いって言われると気持ちよくなれるし。あ、ごめんね、今のは嘘だよ。君に嫌いって言われたら、リョーナちゃんでもすごく悲しくなると思う。ううん、絶対悲しいよ。こんな気持ちは初めてなの。だからリョーナちゃんもどうしていいかわからないよ。リョーナちゃんの生きる道は普通の女の子とは違うし、その道に君を巻き込むことなんてできない。でも君が好きっていう思いは絶対消さないよ。苦しいな、これって気持ちよくない苦しみだよ。ごめんね、こんなこと話しても困らせちゃうだけだよね。でも君には知ってて欲しかったから。リョーナちゃんは君のことが本当に好きです。Marvelous!シノワンワン。
ありがとう。君のおかげだよ。リョーナちゃんはやっと自分を取り戻せたの。比率蛇女子学園の忍び学生、それが本当のリョーナちゃん。まふん、リョーナちゃんが忍びだって知って驚いちゃったかな。無理もないよね。忍びは影の存在だから普段は内緒だし。でも君にはちゃんと言わなきゃって思ったの。たくさんたくさん気持ちよくしてくれたからね。でも他の人には絶対秘密だよ。あのね、今まで見てきた世界は全部夢だったの。あれもこれも全部夢。リョーナちゃんの願望がそのまま反映された夢なんだ。そして君が夢の中のリョーナちゃんとたくさん触れ合ってくれたから、リョーナちゃんはリョーナちゃんを取り戻すことができたの。不思議なことだらけだったと思うけど、最後まで見捨てずに付き合ってくれた。やっぱり君にお願いしてよかったな。あのね、君は夢の中でたくさんのリョーナちゃんと出会ったでしょ。そのリョーナちゃんたちの共通点気づいたよね。そう、どのリョーナちゃんも君のことが好きだったの。それでね、ここにいるリョーナちゃんも。もうはっきり言っちゃうね。リョーナちゃんは君のことが好き。はあ、すっきりした。本当の気持ちを伝えることができたから。これならたとえ夢から覚めてもリョーナちゃんは絶対君のことを忘れないから。でもまたきっと会えるよね。うん、絶対会える。リョーナちゃんはそう信じてるよ。してるよ。大丈夫、君は絶対特別だから。後でもっと特別なイチャイチャゴロゴロしちゃうからね。